上げてきてください。さあ、腹筋動き始めました。前へ進み始めたような筋が、よく見ると左右に移動しながら進めますね。スラローム走行を行っています。浮いた。そっちがすごい。いや、ようやく悪魔の行動です。さあ、それではですね、まずはアシモから皆さんにご挨拶をしてもらおうと思います。日本科学未来館にようこそお越しくださいました。私はインタープリターのアシモです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。とっても素早く滑らかに歩いてますよね。でもこんな風にロボットが2本の足で歩けるようになるためにはとっても長い年月必要だったんです。日本のヒューマノイドロボットの研究は実は30年も続いているので。30年、とっても長い間ですよね。で、先ほどの E0 ができてから今のアシモが生まれるまでには19年もかかっているんです。長い長い研究の積み重ねがあってこそ今のアシモがこうしてここにいるわけなんです。そしてついに走ることができるようになったんです。はい、実はそうなんですよね。それでは実際にやってみましょう。それではこれからアシモが得意の走りを見せてくれるみたいですよ。いや、これ左足をぐるぐる回す準備運動でしょうかね。じゃあアシモ準備ができたらお願いします。いきますよ。それでは皆様、アシモの走りにどうぞご注目ください。いかがでしたか？結構大変だったから結構な視聴になりました。ありがとうございます。皆さんやっぱり結構早いなと思ったんです。お、拍手を求めてますよ。それではもう一度走ります。進化の結晶をじっくりとご覧ください。それでは今度は足元にも注目してみてください。生まれてる瞬間見えるかもしれません。はい、いかがでしたでしょうか。じゃあ頑張った足元に何じゃらくてお願いします。ありがとうございます。どうですか、離れてる瞬間見えたという人いました。なかなか滑らかに動かしてますね。皆さん真似できますか？面白い、上手にできるかな。それまだある。今度はぐるぐる回して高さもやってみますよ。他にもあったな。どう？はい、上からナビナビナビ、こんなこともできるんですね。こんな風に足もはどんどん人に近い動きができるようになってきているんです。もしかしたら近い将来、皆さんのお家や学校や職場にアシモがやってきて、アシモにお手伝いをしてもらったり、一緒に働いたりなんてことができるようになるかもしれませんね。これから私にどんな機能が増えれば、皆さんと一緒に幸せな暮らしができると思いますか？皆さんだったら、アシモが自分の近くにやってきたら、一緒にどんなことがしたいと思うでしょうか？皆さん、本日はありがとうございました。そろそろ時間なのです。どうもありがとうございました。お会いしましょう。それではこれからアシモが登っておりまで